こんにちは川田です朝会始めます5月11日火曜日になりましたこのコーナーでは米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますそれでですね、えー、こんな感じ、えー、月曜バージョンで潮が低くって言ってたけどここまで下がるかっていう感じなんですよね あのなんか株の上下っていいますか潮が引くとかって言っとくとあのなんかやっぱ注目度が高まるのか僕はよく分かりませんけどもアクセス数がいつもより少し多かったような気がします。ややっっぱぱこういうういの好きなんんでですすかかね皆さそということで、えー、っとこの潮が引くといえばですねやっぱ <laughs> 潮目の箱田社長ですよあとうちの,あの渡辺研究員がですね対談をしておりましてえ昨日のお、まあ、月曜の夜中に終わりまして、えー、アップは多分今日火曜日になりますねで書き起こしはか水曜日ぐらいかなでですねえっ、ー、とまあこれ皆さんにお見せしてるチラ見させてるして,していただいてるですねあのこの潮目チャートなんですけどこの後ですよねあの10日ですからどっかここら辺 それがねねねまたドンピシャででですす、ね、出てるんですよ、ね、本当にまあ塩が引くということと株価の下落とですねあのまた違うんですけどもただ重要なメッセージを与えてくれると示唆を与えてくれるという意味で非常に貴重なチャートなんですよね。で昨日の対談はですね、えっと、約 いつも3 40分ぐらいなんですけど、昨日は1時間10何分ありましたですね、ちょっと長かった。と言いますのも、あの非常に難しい相場ということで、ですね、確か表題もです、ねあの、なんかこんんあのこの先ちょっと難しいよというようなことを言ってたんですよね。であの、テーマはですね、やっぱり半導体、それから半導体のウェハのところ。 それから実質金利、ビットコイン、それから今週号はですね、まあ、サービスでもないんですけども、箱田さんのご厚意でですね、えー、個別の証明それから指数の証明それからゴールド。 こういうところにもですね、えー、ごしょあの話が及びまして、えー、渡辺研究員と箱田さんの,、まああの非常に中身の濃い対談をしております。で、まあ、これ、皆さんご覧いただくためには、あの有料会員あ、プレミアム会員にご登録いただく必要があるのですが、まあ、いつも言いますが、安いもんだと思いますよねで。で、私が朝起きたらですね、夜中の 0, 0時53分、私は寝ても,もちろんあの起きてませんが、すごい。 潮目、潮目のおかげ、5月7日、えー、全部売った。まあ、この、なんていうか、ポジ外して正解、3月やられたから、うんぬん、うんぬんと、潮目信じてのトレードで正解、しかし、今年はグロース株どうなるんでしょうか、昨年並みのパフォーマンス得られるでしょうか、迷ったら SP500 でしょうかね、そういうことですね。はいでですねこれがあの その今日の,、えー、っとその対談の中にも出ました ARC なんですけどもアーク私、先週、まあ、月曜版でもカバーしておいたんですけども、そこからもう,一つもう一段下がりましたですねあの。それから過去1年でですね、なんと、今、私はあのこの資料作成中に気づいたんですけども、SP と DAO って過去1年に限ればですね、なんか似たような動き、つまり SP がです、ね、ものすごい勢いで、 追いかけてきているということなんですよね。まあ、追いかけてるというよりは、ダウがナスダック0が下がっているということですよね。でまあ、こういう銘柄がどうなりますかということで、特にあの日本でもあの日光アセットですかの通じてです、ねえー、投資新宅でお買い求めの方はおられると思うんですけども、えー、っと先週末見てた時には、あのこういう指数 ETF ほど下がってなかったような印象があるんですが。 どううでしょうただ、さすがに今日の下げで基準価格はそれなりに下がると思うんですけども、まあ、どうなりますかということなんですけど、しばらくダメでしょうね、あのこんだけやられたんで,ですね。 あとじゃあどうしたらいいかって、まあ、それはまあご自身で判断してくださいっていうことなんですけど、これは私のポートの中でもですね折々、まあ、このことについては触れてますので、あと、あの明日水曜日にですねあのプレミアム会員向けの方のですね私のポートを笑ってやってください。まあ、ただ、そうは言いながら、ですね、まあ、あのそれなりにハイフライングは売ってましたから、まあ、別にっていう感じではあるんですけどね。はい、で、えー、まだ枠はあります。で、えー 質問またまた質問来たんですけども、まあ、こういう子どもが社会人になると、手取りの1割を、毎月手取りの1割を SP で積み立てるように言ってます。現金はどの程度、現金の積み,現金の積み立て方法っていうんですか、現金のまあ置,い置いとく方法ですよねで、えー。私のアドバイスを受けて対面証券で買った投資信託を少しずつ整理したいと、その時どうしたらいいかと、それから半導体、それから納税猶予が1か月伸びたことでセルインジューン。 まあこういうところをですね、皆さんと別に私が言ったからの意見が当たるわけでも何でもなくてですね、考え方をみんなでシェアして、それで知恵をつけ,つけ,つけましょうよっていうようなことだと思いますよ。はい。あの、力んじゃできないんですよ、投資は。私は今日ヘラヘラしてますけど、やられてますよ。やられてますよ。だけど、まあ、あれじゃないですか、こういうこと人生って。まあ、人生って、まあ、よくありますよね。で、まあ、 改めて相場を見ますと、ダウはずっと日中プラスだったですよね、引けにかけてマイナスで、えー、SP はこのナスダックの大やられとその中間ぐらいなんですよね、の中間ぐらいで、で年初来ではですね、すごいですね、ダウ13.5%とかで、なんとナスダック約は3.7%プラスにまで縮んだということですね。で、ここです、これが SP の冷やしです。 で、これが、まあ、あのなんかね、今日ちょっとこう間に合わなかったんですけど、えっ、ー、と、ダウの、えっ、ー、と、銘柄の当落率です。こういう生活必需品ですか。ベライゾン、オルグリーン、トリプル M。ダメなのが、まあ、インテル、ビザ、まあ、こういうとこですかね。で、指数見ますと、過去5日間ですけども、ほら、ソックス、半導体ですね。 小型のラッセル2000でこういうところがズドーンとやられてると。で、ダ、ま、ウ、あ、はこう、キューと上がってて、引けにかけてこう、あのマイナスに転じたと。で、えー、っとここが過去1か月ですけども、1か月でもダウ、SP がいいということです。ソックスがダメですよね。今日、なんとソックスは4.66%下げてましたから。 あと講釈ね、また後で。えっと、これが年初来でですね、えっと、こんな感じなんですよね。で、過去1年で、なんと、過去1年で先ほど申し上げたように、えっと、ナスダックと SP がですね、もうクロスしてると。まあ、ナスダック総合はまだもうちょっと上ですか、ということです。で、あの改めてっていうことで見てみたんですよね、これ真ん中がナスダック100の冷やしですね。えー、2月12日が確かピークでしょう。 年初来7.13上がってで、その後どうですか、ね、昨日ナスダック100って2.63%下げたんですけども、それと同じ比率下げたのが 2, 2月22日、で、ここにほら、2月25日に3.56とか言って、これはあの10年生の金利が上がってった時ですよね、だからこういう動きするんですよ、あのこれくらい、だからまあ、きはもう、あのなんかこの世の終わりみたいに思ってる人はいるかもしれませんけども、 あの指数に関して言えばこういう動き3.56それから2 8 8値のありますよね2 9 2値のありますでもその翌日4.03上げてる2.36上げてる3.13上げてる下げてる、まあ、こういう感じですでえ、まあ、もちろん SP500 はもうちょっとおとなしいですで4月に入ってからはですねどうですか、えー、っとこうやってでここで2.63ドスンとということですよね はいまあ、ということで、こういうことはありますということで、で季節的には、ですねこれ、毎回見せてお見ていただいてますけども、5月、セルイン名になるか、そのセルイン順になるかどうかって、多分多分全く関係ないと思いますね、あのご質問のなんか、なんか、給付な、なんか深刻でしたっけ、あの還付金が1ヶ月遅れるかなんか、あこれ、戻すと叱られるんですよね、あ戻しちゃった。あの 納税期間が1ヶ月延びたことでうんぬんうんぬんって関係ないですよね。まあ相場っていうのはそれをまた先取りするっていうのがあるからあとですねこれ、えっと、今年はナスダックダメかもわからんですよね。2005年以来の年初来のパフォーマンスでナスダックは8倍ぐらいになってるとこれが2.8倍ぐらいになってると3倍になってるということですよね。でも何と言いますか。でほらナスセル2000が強い時もあるけども。 ニューヨークダウが下げ方が一番少なかったのが2008年ということもありますということで、今年はラナスダック100は今のままだとダメですよ、でもね、分からない、こんなの、本当に分かりません。で、えー、主要、まあ、これいいやということでですね、あの昨日売られたのは、ですね、えー、とブレイクイーブインフレ、これ、本当に分かりにくいと思うんですけども、 5年,5年ものの物価連動債 TIPS と通常国債の利回り差であるブレークイーブンインフレがです、ね、2011年以来の高水準、まあ、このブレークイーブンインフレというのは確かあれですよね、期待インフレ率と同義ですよね。だから期待インフレ率が上が上って で今、名目との差がです、ねえー、まあマイナス幅がでかくなっているということなんです、まあ、そういう意味で株に資金が、実物資産に資金が向かいやすいという意味では、ダウの上げはあの正当化されるんですけども、じゃあ、ナスダックはどうなのって、<laughs> まあ市場の中のナスダックハイフライングからですね、えー、バリュー銘柄への資金の移動ではないかと思いますよ。 実際に金曜日までナスダック SP500 は死ん切きってたじゃないですかね。だから自分の持ってる銘柄だけで見てですねあの相場消しからんというのはですねこれは全く間違ってんじゃないですかね。あのということでこの10年債は1.6%までキュッと、まあ、これもナスダックを押し下げた一つの要因かなと。でえー、っとこれが私あの、月曜版で言っといたんですけどほら。 ブレークイーブンインフレというのは期待インフレ率で、期待インフレ率というのは、長期ノミナル、名目の金利から実質金利、まあ、実質金利は事後的にあの計算されるわけですから、期待インフレ率イコールこの、この式、まあ、覚えとくということじゃないですかね。 なんで,経済でっていうと、ですね経済活動を活発化して、まあ、人々が外,外に出だして、お金を使い出したと、まあ、巣ごもりから、まあ、普通の経済状態に戻りつつある中で、期、ま、待、あ、インフレ率が、まあ、高まっているということですね、その煽りでっていうことです。で、えーっとまあ、これも、えー、っとインフレ観測で、まあ、ドルが売られてるっていうことなんですけど、まあ、ドルはなんか、え 日本人から見ると円,でしか見円を通してしか見てないんで、ドル円だと108円82、825ですか、そんなにドル安にもなってない、円高にもなってないですよね。で、これがあの金曜、月曜バージョンで見せた、お見せした実質金利、まあ、こんな感じで、今、マイナス0.8かなんかなんですよね。で、これが、羽子田渡辺対談のですね、で、使った資料ですが、あのこんな0.8。 ここういう連休中にずいぶん実質金利マイ,ナスがマイナス幅拡大したとここでか相場強かったということですよね、これはまあ本当に事後的にこういうことで説明できるということです。あとはあのセクターですけどやっぱりエネルギーがしっかりしている素材、金融、まあ、それから資本財とだめなのはっていうこ,のこんな感じですね過去1ヶ月でもダメでもすよね。 で年初来でもダメですよね、ということで、今年は去年と、まあ、真逆の相場になっております。それから、アナリストコール。うん、これもうこんだけ下がると見たくないでしょ。ドラフトキングスって、あの、開評価を繰り返したっていうけど、あの、今日も多分下がってんじゃないですか。で、株価。これがダウですけども、ダ、え、ウ、ー、は昨日、ほぼプラマイゼロですから、えっ、ー、と、 下ががってんのがビザそれから、どうだろう、ダウ、ダ、え、ウ、ー、ダウ、科学のダウはその前に上がってるんじゃないですかね。これはマイナスか、プラマイゼロ。ということです。あのインテルあの、アップルが2.58下がってます。それからナスダック100は昨日は2.63下げたと言いましたが、まあ、軒並み下がって、なんとテスラは6.44も下げてる。 今と半導体指数がすごかったんですね。マイナス4.66って言いましたっけね。もう強烈に下げたんで、えー、その構成銘柄は軒並みやられてるはずですね。で、えー、999J も、まあ、この 999J はここで2.38、999が2.53ですけど、ほぼ一,一緒ぐらい下がってます。あのトレードデスクってこれ 僕はずっと前買ってたんですよね。1日で25%下がったんですか。まあ多分決算かなんかだと思うんですけどね。ドラフトキングスもこれ6.36。ここで6.69下げてますし、これやっぱり1日で25%下げると強烈ですよね。はい。で、上がってるのがどうですか。ロイヤリティファーマー。アストラゼネカ。はあ、は。で、これが私のポートですか。で、えー、999がここなんで、 まあ言ってくる、まあ、くどいですけど、あのボリューム、ずいぶんあの個別で減らしたものが多いです。ただ、全然減らしてないのは、えー、っとこのインテゥイティブ・サージカル、これは減らしてない。サービスナウは減らしたかな。こいつはちょっと僕にとっちゃやっぱ気がかりなんですよね。それから i d ク x ラボラトリーズは全然減らしてないです。それから ASML も減らしてないです。EXACT Sciences なんかが減らしたかな。これもノブキュアは減らしてないです。もともとそれほど多くない。えー、ジェネラックは減らしてない。 ファイバーは減らしたけども、まあ、まだ残ってる。C は全く減らしてないです。まあ、そういう意味で結構やられましたですね、昨日はね。ああ、ああっていう感じで。このやっぱり MSCI とかかわいいですね、本当に。それから個別銘柄、これ撤退銘柄ですけど、平均でほら4.47下げてると。まあ,あ、私はここはどうなってもいい銘柄で、実験ポートフォリオでここからということですね。こでもこいつも4.10下げてるじゃないですか。 何なんですかということですね。で、決算はまあ、いいや、もうだいたい終わった。で、これが個別銘柄で、えー、エグザクトセンシズファイバー、まあ、ここら辺の下げ方がでかいと。過去1ヶ月でも、まあ、ナスダックがここなのに、それより下げてるものもあります。まあ、昨日はで、昨日は痛かったですかね。年初来はこんな感じですよね。で、過去1ヶ月、これ順番逆だなあって。あ、これは、あの、うん。 あの実験ポートですね。はい。でああ早速新聞ねこれねあの月曜日の夕刊「明日への話題」の話題で岡藤さんっていうんですよねこのあの何ていうかキャラの立った。 すごい、CEO、この人がですね、えー、と自分が辛い時は自分よりもっと苦労した人の,人のことを思い出してそれで踏ん張るということをおっしゃってました私はツイッターにですね僕の場合はぼも僕よりもっと不幸な人を探してますというようなことを書いててですねおそ、まあ、らくひん粛岡藤さんののが上司だったらですねもうすでにバッテンどころかですね クビになってますねそれから火曜日はですねディープインサイトこれが大事な記事だと思いますこれはの新型コロナウイルスへの対応に日本は苦しんでいるとでこれでですねこの今の日本の80年間何で何が何で変わらないのみたいな感じなんですよねからウッドショックウッドショックって書いてあったからねなんかね木材が上がってるんですねオイルショックと一緒でウッドショックって私ウッドショックとひょっとしてあのなキャシーウッドが の銘柄が下げたんであそれでウッドショックっていうのかとこれギャグろうかなと思ってましたそれから15面の伊藤忠の今期最高益っていうのはこれ大事なニュースじゃないかと思うんですよね今はもう三菱商事まあ資源が強いんですけどもこれがやっぱダメなんですよね三菱商事がでもまあ自力はもちろんあるはずなんでしょうけどもやっぱ岡藤さんになってから伊藤忠はやっぱりいろんな意味で体質改善っていうかあの 注目注力分野変えてますよね、<laughs> 事業ポートフォリオっていうんですか、そういうところが今に実ってるんじゃないか、たいえっと、利益で5000億円ぐらいですよね、まあ、あのでかいですよね、日本の企業にしてはですね。まあ、で、だなあの業績的にあの大手商社でですね、三井物産が比較的いいんじゃなかったでしたっけね、落ち込み幅も少ないしということで、あと、 えっと住所はなんか赤字転落してその後来期は黒字ですけどもョ所も確か資源注力してましたですよねそんなところですだからあの一目均衡という記事で17面ですけどバブル並み利益野村証券はですねもしあのアルケゴスが中せば4700億円ぐらい利益が出てたっていうんですよねでこれはですね87年の9月期,、ね、え8 9月期が えー、億円それから90年3月期って書いてますけどもこれが4888億円っていうのがあるんでまあ30年ぶりぐらいのですね高水準なんですよねでただこれが中西ばっていうのがそのいいんですかというようなことなんですけどもでもアメリカにベットしたという意味じゃ正解なんじゃないですか野村だからできたんじゃないかと思いますよ。 あの他の会社はバランスシートを使うやつとか、ですね現地の従業員をですねうまくう使いこなすっていうだけの経営ノウハウがあるかどうかっていうのは、やっぱりちょっとなかなか疑問なんじゃないかと思うんですよね。まあ、そういう意味で野村は、すごいと言いながら、でも一発で3000億円でしょあの、やられるんですよね。それもすごい話だと思います、まあ、それくらい勝負っていうか、やらないとだめなのかなと。 あと全面広告、ワクチンもない、薬もない、竹やりで戦えというのかと、まあ、これ、日経新聞、あのお買いの方はですね、購読されてる方はあの見てください、面白いです、本当に。で、えっと、この中でですね、尾上縫と一緒だっていうようなアルケゴスがですね、えー、バブル期の尾上ですね、尾上縫事件を彷彿とさせると。でももう若い人、は尾上縫事件ってわからないですよね。 90年頃から91年か、要はあの日本の公議員を筆頭にする、まあ、あの大手の金融機関がこぞって、このおばちゃまにですね貸し込んで、その人、この尾上さんはこれで株をやってたって言うんですよねでに、最大2兆円とかどこどっかに書いてたかな、二兆円、投、え、機、ー、に延べ2兆円を貸し込んだって書いてあるんですよね、でこの尾上縫い詣でをしてたというようなことで。 アルケゴスのの類似性っていうのを言ってました、まあ <laughs> で宝島の全面広告は、えー、今年のテーマは怒り暴力コロナ感染対策というようなことなんで日本人怒らないですよねこのコロナこんだけになっても僕はそれが不思議っていうか自分も怒りませんがなんで怒らないのかなと暴動が起きてもそ飲食の方とかレジャーの方とか暴動が起きても不思議じゃないのに全くですもんね。 でなぜこれはさっきのオピニオンの秋田さんの記事ですけども、なぜ変わらないと、で日本の国家体制に欠点があるっていうんですよね、準有事になってスイッチを切り替えられないことである、まあ、これはっきり言いますよねこれ、こういうことをメディア言わないとだめなのに、今になってたもんねって感じですね。 当初から言っ,言って言って言いまくっても、もの国民をです、ね、啓発、啓蒙しないとダメな立場なんでしょうけども、日本には日本のやり方があるとかですね、えー、いうことであの、じゃあ犠牲になるのはとか、黙ってんのはというようなことでですね、ほら、日本は戦後、米軍に守られてることもあって、平和が続きこれ私がツイッターで昨日言っといたことだと一緒なんですけども、まあ、別に私がっていうことで、みんなここある程度の,かあの年次の方は思ってますよね、でも怒らない。 起こらないで私はいつも思うんですけどもこの小室直樹っていう人のアノミーっていう言葉ね無規範なんですよ無秩序と構造的アノミー無規範、うん、ここ僕大好きなんですよ日本は今アノミーですよね完全にあの原発アノミーコロナアノミー、うん、急性アノミーじ慢性アノミーかな戦後っていう感じなんですよねでこの人 小室直樹の本を上下で出したのがですね村上さんというあの人の本で図書館に行くとありますから私は買いましたあの本当にあの読んでた楽しいっていうかいちいち納得っていう本日本の名著百冊に必ず入れるべき作品だと本当に思って私も思ってます。 本当に小室先生の著作は、ある意味では危機の構造でかかったことの繰り返しとさえ言えると思います。うんうんうん、日本の構造的無規範、無連帯を分析したアノミー理論は、今でも十分にどころか、今、だから今もなおか輝いていると思います。それでですね、で私は明日あーポートフォリオのあ、まあ、討論会じゃなくて、あの皆さんとの、えー、っとセミナー。で 来週が菊口本ということです。以上です。で、まあ22日はこの塩目の基礎セミナー、それから29日はですね、えっ、ー、と箱田渡辺のライブ配信、いろいろあります。ということなんでよろしくお願いします。あ、どうもね、こういう時にね、こういう相場ってうちの大倉博士と本橋研究 IFA のですねポートはですね、すごくいいはずですよ。 あのいやだから普通にやってれば普通にまあ年商課では11%、13%ですか上がってる相場なんで、あの何も問題ない、僕みたいなですねハイ、ハイフライングちょっとで買ってで、ナスダック中心にやってると、いててでてかもわかりませんけど、まあ、でもこういうこともありますということで、失礼します。